はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらです。 iPhone 14 全モデル衝撃の値段予想、思ったより安いかもという内容の最新のリーク情報をお届けしたいと思いますので、 iPhone 14 をより楽しみたい人はどうぞ最後まで動画のご視聴ください。また Twitter では最新の発表発売日のまとめのツイートや最新のモックアップ画像、ノッチレスデザインの違和感、さらには9月開催予定の Apple イベント、何が発表されて10月には何が発表されるのかなどなどまとめたり、 iPhone とか Apple に関する最新情報をツイートしていますので、ぜひテック好き石原さんの Twitter もフォローよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ということでこれは海外メディアの 9to5Mac が報じた内容なんですけども、 iPhone 14の値段についての最新のリーク情報になっております。全モデルの価格のラインナップ予想がね、もう本当に衝撃の値段になりそうなんで、詳しくね解説していきたいと思います。 iPhone 14シリーズ9月のね8日に発表される見込みでありますけど、値上げがやはり予想されるんじゃないかという情報がここ1ヶ月間ずっとありました。はい、もう値上げするだろうとね、 iPhone 14も14 Pro も値上げに踏み切るだろうと。で、今回の iPhone 14、14 Pro っていうのは、まあ、いろんなね、性能とかスペックアップしていくんですけれども、まあ、追加される機能とかいろいろあります。まあ、iPhone 14 Max 6.7 インチの標準モデルは新しいモデルラインナップになりますし、ディスプレイとか、まあ、12メガピクセルから48万画素ピクセルまで、ね、カメラの機能がアップして、まあ、低照度で使用することができたりとか、まあ、いろいろ 8K ビデオもね、録画される。まあ、あとは、シネマティックモードで 4K 撮影できるんじゃないかっていうものとか、まあ、ビデオグラファーとかフォトグラファーにとってもこの iPhone 14 Pro とかは特にね、やっぱカメラの性能がアップするんで、めちゃめちゃまあ、プロの現場でも重宝されるんじゃないかなというところであります。で、メモリの方もね、6ギガとかメモリもアップするし、まあ、ノッチなんかの部分に関してはプロシリーズがノッチレスになったりと、いろいろね、まあ、iPhone 13 と iPhone 14 細かく比べれば進化するポイント、性能が上がるポイント、違いについてはいろいろ出てきているわけです、予測の中でございますけど。で、やはり値段について、 Apple のアナリストのミンチークオーチが今年の平均販売価格が 10% から 15% ぐらい上昇するという予測があっています。まあ、6月30日、まあ、6月の時点で iPhone 13は去年と同じ、まあ、現行価格だったんだけれども、iPhone 13シリーズ、まあ、iPhone、MacBook、軒並み7月1日から値上げが行われました。で、値上げされたから、やっぱり iPhone 14も高くなるんじゃないかという状況なんですよね。で、実際に今、どのくらいの iPhone 14 の、まあ、シリーズの値段予測になっているかというと、799ドル、iPhone 14 の 6.1 インチが799ドル、そして 6.7 インチの iPhone 14 Max が899ドル、そして iPhone 14 Pro が1099ドル、で、iPhone 14 Pro Max が1199ドルからの、ラインナップとなっています。で、実際に今ね、今、アメリカドルでのこれはね、情報なので、アメリカで iPhone 13がいくらなのかについてちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですけど、iPhone 13 128GB モデルが、799ドル。799ドル、日本円で。答えは、111,338円です。はい、111,338円が799ドルの今の円の為替のレートになります。で、実際に799ドルでアメリカで発売、販売ね、iPhone 13のエントリーシリーズ発売しているんだけど、じゃあ、日本では今、いくらなのか。はい。iPhone 13の、128GB モデル、ね、アメリカは799ドル。日本は117,800円です。つまり、799ドルの今の円のレートで言うと111,338円なんだけど、実際今の現行モデル、アメリカで799ドルだけど、日本では117,800円なので、まあ、6000円ぐらい差が出ていると。つまり6000円ぐらい。値上げというか、日本価格は高いと。まあ、円安の影響ね。円安の影響で。なので、iPhone 14、799ドルが、111,338円が、今のレートで考えると、iPhone 13よりは安いと、いうことになります。ただ、iPhone 13、現行モデルが117,800円だから、iPhone 14もこの値段に近くなってくると思います。はい。この値段を維持するか、もしくは、ちょっと上がるか。っていうところかなと思っていたんですけれども、はい。いたんですけど、ここから最新のリーク情報になります。はい。最新の値段予測が、さらに最新の値段予測が出てきまして、なんと、思ったよりも
安いかもしれないと。iPhone 14が思っているよりもちょっと安いんじゃないかという衝撃の値段がリークされております。なんと、まあそのね、いろんなメモリが6ギガになるとか、そのね、カメラがアップグレードされるとか、いろいろありますけど、結構、トレンドフォースという、まあ、調査会社みたいなもの、調査サイトみたいなものなんですけど、まあ、今の厳しい経済状況、でスマートフォン市場の、まあ、衰退みたいな、ちょっとスマートフォン市場がちょっと小さくなってきているみたいなもの、いろんなものを加味して、iPhone 14 の価格の上昇を予測するとか、価格の予想ラインナップが出てるんですけど、先ほどは iPhone 14 $799でしたが、トレンドフォースの最新の、リーク情報とか値段予測にした、にしますと、$749と、50ドルほど下がっています。はい。$749、日本円で、104,365円が$749。今のね、為替、円安、円のレートで言うと。で、実際に先ほどご紹介した iPhone 13、日本円では、日本発売価格では、販売価格では、117,800円でした。はい。12,000円ほど、iPhone 14の方が安いと。まあ、レートで計算すると、ね、安い。つまり何を言いたいかと言いますと、まあ、iPhone 14 $749、iPhone 14 Max $849、iPhone 14 Pro $1,049、iPhone 14 Pro Max $1,149。はい。つまり50ドルほど、ちょっと安く価格設定をしている。まあ、そのトレンドフォースと今までの海外リーク、まあどっちが正しいかっていうのはここでは断定的には言えないんですけれども、まあこのトレンドフォースの、まあ、調査した結果、予想価格としては、$799とか、今まで予想されている最新のリーク情報の値段よりも安い。50ドル安いと。で、実際日本で発売することになる iPhone 14シリーズなんですけど、僕の今回の最新値段の予測、いろんな情報をリサーチして調べた結果、現行モデルとやっぱり変わらないんじゃないかと思います。変わったとしても、1万円とか2万円とか多分上がらない。だから今現時点で iPhone 13 128GB モデルが 117,800円だから、iPhone 14 の 128GB モデルも 117,800円ぐらいだと思います。現行モデルのラインナップで販売して、現行モデルは1万円からまあ1万5000円ぐらい。iPhone 14 が発売されたら iPhone 13 は1万円ぐらいは値下げされるんじゃないか。まあ、そういう状況なんじゃないかなということがね、今回のまあリーク情報をいろいろ見ていると分かってきた。まあ、この推測になってしまうんですけども、分かってきたから。で、もちろんね、Apple の発表イベントで値段が分かるかといったらそうじゃないんですよね。$799、$749。どちらにせよ日本で発売されるときにいくらになるのかっていうところまでは、Apple の発表イベントでは分かりません。その発表イベントのすぐ後に、もう多分 Apple のオンラインストアでは発表あるか、もしくは予約受付開始前ぐらいに、まあラインナップが変わっていくか、あの値段が日本円価格になっていくか。だからそこはね、ちゃんとこのチャンネルでもまとめようと思うので、今現実的にはやっぱり$799、iPhone 14エントリーモデル。が$749。だから現行モデルの iPhone 13とあんまり変わらないのかなっていうところにね、皆さんちょっと一回フォーカスしていただいて、まあ Apple の発表イベントで、まあ何ドルで、アメリカドルで何ドルで発表されるかっていうのに、まあ注目していただければなと思っているので、まあ思ったよりは値上げはね、今の、まあもう7月に値上げされちゃった後なので、思ったよりもその7月の値上げ後の iPhone 14 のフラッグシップモデル、そこまで値上げはね、ないのかなと言えるんじゃないかと思いますので、まあ、期待して iPhone 14 の発表待っておきましょう。はい、ということで今回も最新の iPhone アップの情報をお届けしました。またこのチャンネルとは別に、テック好き石原さんでは LINE 公式を精力的にやっております。私の LINE 公式では iPhone の使い方や裏技、そして Apple 製品の相談や悩みのアドバイス、私自身石原のプロダクトとかサービスのご提供、限定動画、定期的なプレゼント企画など、せっかく iPhone ね、高いお金を出して iPhone を買ったからこそ、iPhone を宝の持ち腐れにしないためにぜひね、新しい iPhone の使い方なんかの発見にもつながりますので、ぜひ iPhone 大好きなら概要欄にテック好き石原さんの LINE 公式登録してください。そしてここから毎度おなじみの企画としまして、 iPhone ユーザーの悩みや相談や情報を共有しながら楽しむコメント返信動画企画ということで、 iPhone に関する新しい発見や豆知識にもなりますので、ここからもう少しだけお付き合いください。
ね、4800万画素でどのぐらいすごいんですかっていうと、まあ、ディティールが細かくなるんですよね。ただ写真をパシャって撮った時に、こう拡大した時のディティールがめちゃめちゃ繊細になると。だから解像度が高いカメラが、写真とか動画が撮れるようになります。はい。で、松野さんが、石原さん毎日動画楽しみに拝見させていただいております。髪型とても素敵ですよ。ありがとうございます。カメラが大きくなるのがいいんですけど、カメラの出っ張りが気になってしまいます。デザインももう少しなんとかならないかなと思っております。石原さんどう思いますか？ガジェット感がやっぱ強く出ている感じがするんですよ。うん。iPhone 14 Pro っていうのは、まあ、カメラがでかくなってるので。まあでも、ここまでが許容範囲かなと僕は思います。うん。これ以上大きくなると、さすがにちょっとね、別で iPhone のカメラはもう、カメラ単体で別のモデルとして発売してほしいなっていうぐらいかなと思います。はい。で、ケンジ屋敷さんが、いつの間にかチャンネル登録してました。LINE もしてました。ありがとうございます。公式 LINE とチャンネル登録、ありがとう。ダブルでありがとうございます。はい。で、湘南付近さん。はい。カメラでかいですね。14 Pro の購入予定でしたが、握った時に背面に指で当たるのが嫌なので、14 Pro Max にしようかな。悩んでる時が一番楽しい。そうね。そうね。14 Pro だと、こう持った時にカメラに手が当たる。けれども、これ14 Pro Max ね。この14 Pro Max なんですけど、ここの背面が大きい分ね、こう、まあ、親指が当たる可能性はやっぱりね、はい、少なくなりそうですね。はい。で、無限に、無難にスペースグレーが最強。やっぱ空張りね、黒系、スペースグレー系がやっぱりね、一番無難かなと僕も思います。まあまあ、ほんとこれはね、でも、好みにね、寄ってきますね。はい。ゆうさんが、ちなみに石原さんに質問なんですが、Apple のアプリやネットで予約した場合、予約商品に限っては、受け取り方や支払い方法の選択肢が絞られると聞きました。うん、自宅受け取りの代金引き換え希望だったのですが、予約の場合はどちらを選べば良いのでしょうか。必然的に流れとしてはクレカで支払い、アップルストアで受け取るになるのでしょうか。初心者の質問ですみません。はい。基本的にアップルのオンラインストアで購入する場合には現金では購入できません。で、代金引き換えでも購入できません。基本的にはクレジットカードかペイディ払いかアップルギフトカードになりますので、代金引き換え希望は無理です。うん。現金で買いたい場合は、Apple ギフトカードを例えば20万円分買って、それを Apple のオンラインの自分のアカウントに、まあ、チャージして、買うという風になりますので、まあ、うん、それが一番現金で買うっていうものに近いかなと思います。で、Apple Store で受け取るというか、自宅で受け取れますので、Apple オンラインストアで購入すると自宅に行きます。もちろんね、店舗で受け取りも選べるんですけど、もうほとんどの場合は、自宅に届くような設定になっていると思います。で、カツオとワカメさんが明日から9月でカウントダウンですね。はい、もう9月入りましたね。ワクワクしてきます。はい。で、ゆうさんが、無印とプロの差別化が結構あるとリークからは感じますね。せめて無印も4800万画素やマクロ撮影か、プロモーションか何かを搭載しないと iPhone 13と iPhone 14の無印の、比較では何が進化したのかわからないですね。マイナーチェンジすぎる。そう。4800万画素ぐらいは来るんじゃないかなと僕の方では思ってます。これがないと差別化は図れないんで。で、マクロ撮影は望遠とかライダースキャナーがないとなかなか難しくなってくるんで無理だと思います。で、プロモーションディスプレイ 120Hz も、やっぱエントリーモデルとプロモデルの差別化としては、さすがにね、エントリーモデルで 120Hz はないかなと思います。はい。はい、ということで最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。